皆さんこんにちは。アダックスセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは YouTube はセミナーの代わりになるのか、4つのパターンを比較するです。私はですね、絶対達成のコンサルタントになって16年17年目を迎えています。でこれまでにやってきたセミナーの数はだいたい年間まあ100回から150回を10年ってことはないかもしれないんですけど、いやそうか10年はやってるか。そうですね、絶対達成する部下の育て方っていう、まあ私の書籍の中で一番売れた本、これが2011年に出て、それが9年前です。でその前から年間100回以上やってますので、そうですね、ですから年間100回以上のセミナーはずっとやってきて、もちろん大きなものはね200人300人、で小さなものはまあ本当10人満たないものとかもね、やってるわけですね。でいろんなことやっていて、で YouTube は絶対達成チャンネルというもので、6年から7年ぐらい前からフォレスト出版さんが主体となってやっています。で私自身のこの余財管理大学は今年2020年の3月から始めていて、ようやく半年ぐらい経ったかなという感じですね。もうとにかく試行錯誤を繰り返してでやってきて、で半年経ったので今回はですね、振り返りも含めてこういうテーマでお話をしたいと思うんですね。この YouTube はセミナーの代わりになるのかということです。で4つのパターンを比較したいと思うんですね。この中がどれかが YouTube なんですよ。でどれかが大規模なセミナー でどれかが小規模なセミナーで、どれかがオンラインでのセミナーだということですね。この4つのパターンを比較したいと思います。皆さんの中でセミナーをやってお客様を集客して、そこで何らかの販売活動をする、営業活動をする、例えば私だったら当然もながら営業のコンサルティングとか営業の研修、中身は余財管理、目標の2倍の余財をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させるっていう、この営業マネジメント手法をコンサルティングしていますから、このコンサルティング技術っていうものを企業に定着させるためにいろんな書籍を出したり、コラムを書いたり、メルマガを出したり、そしてこの YouTube の動画を作ったりしてるわけですね。でずっと十何年間セミナーをやってきて、で今年本格的に YouTube を始めて、あ、これセミナーとして使えるかどうかというふうに考えた時にどうなのか、セミナーをね、使って営業活動とかをしている方であればすごく参考になると思いますので、そういう方はぜひ最後までお付き合いください。でまずこれはですね、こっちの軸として認知度ですから、こちらに行けば行くほど認知度がアップするということですので、まあ当然のことながらそのセミナーに触れる参加者が多いということですね。認知度がアップするっていうことですから。でこちらはどちらかというと制約で、制約につながるかどうかということです。やっぱり営業活動が目的なので、あの御社が紹介してくれた商材ちょっと我が社考えてみますって言ってもらいたいじゃないですか。で一番分かりやすいのは大規模のセミナー、例えば100人200人ぐらい、それぐらいの規模のセミナーをやるっていうんであれば、まあ、結構な大人数ですよね。会場を予約して、そして資料を配布して、でセミナー講師がしゃべる、でもちろんノウハウを伝えるってこともあるんですけど、そこで何らかの販売行為をしますね。このノウハウの続きが知りたければぜひこちらであったり、当社は IT ソリューションの会議ですので、ぜひこのソリューションサービスをよろしくお願いします、いかがでしょうかっていうね、皆さんのお手元にアンケートがありますので、そのアンケートにもしご興味があれば、興味があると、書いていただければ嬉しいですね。でそのアンケートをみんなで、こう回収して、で、興味があります、興味がありますとかね、ぜひお話を聞きたいっていうんだったらこっちが電話かけたりとかしてアポイントを取って商談をしますよね。これはよくあるパターンです。じゃあ大規模なそういった、まあ、50人以上のセミナーっていうふうに考えたらいいんでしょうか。100人200人とかね、そういった規模のセミナーだと、まあどっちかっていうと認知度はまあまあ高くなりますよね。少人数の10人とか5人とかのセミナーよりもいいですよね。だけど制約率につながるか、制約につながるかっていうと、もうね十何年間やってきていますけど、まあなかなかつながらない。
うん、まあそれは当然どういう商材を扱うのかによりますけど、うん、まあ一般的に言えばですよ、一般消費財、例えば化粧品を販売しますとか健康食品を販売するっていうんだったら100人200人とかね500人集めてもまあ即売できるかもしれないんですが、まあ私のお客様は大体 B2B ですので、まあ商談が長いんですよ。だから一旦は商談しないといけないよねと。ですからまずはアポ取りですよね。なので興味があるぜひ営業さんに来ていただいてお話をお伺いしたいというふうになる、まあ、そういう営業活動だと考えると、まあ、大規模のセミナーだと、まあ、なかなかそこには行かないですね。ですので、ああそれって聞いたことあるっていうふうに認知させる役割だとそれでいいと思います。なのでそこに興味があるっていうんであれば、まあ、電話をするんだけどなかなか商談につながらない、また何かあったら連絡くださいと言って、その後に、まあ、常套手段としては小規模なセミナーに紹介するっていうのが一番王道です。なのでより詳しいお話をしますと。商談だとお客様はちょっと構えちゃうじゃないですか。ぜひ御社をお伺いさせてくださいとかね言ってしまうと、いやいやもう別にそこまで興味があるわけじゃないからとかね、情報収集のつもりで行ったんでとかね、そういうふうに言われちゃうかもしれないので、少し間を置いてさらに詳しいセミナーを開催しますので、よろしければぜひとかね、今回は成功事例をご紹介しますとか、もっと詳しいこのサービスとか商品の中身デモンストレーションやりますとかねみたいなことだと、じゃあちょっと行ってもいいかなっていうふうに思ったりするじゃないですか。で実際に行ってみたら、あなんかあんまり大人数じゃないのねっていう、10人ぐらいしかね入れないような会場ですから、小規模のセミナーっていうのはそのためにあるわけですね。認知度向上のために小規模のセミナーっていうのは良くないです。なのでここは使い分けるってことですね。最初は大規模のセミナーに集めておいて、で知ってもらうと、で何回か接触していくうちに、まあちょっと考えてもいいかなっていうふうに思ってくださるようなお客様だけど、商談にはなかなかつながらない、個別商談にはつながらない、そういうお客様に対して連絡をして、こういったね具体的な勉強会とか具体的なね事例をご紹介するような特別なセミナーがあります。で本来は例えば8000円いただきますとかね、1万5000円いただくんですけども、こういったセミナーにご参加いただいた方だけ無料でご招待するんですけども、いかがでしょうかっていうと、だったら行ってみようかなっていう感じですよね。ですので大規模なセミナーはここ、つまり認知度はまあまあね、期待できるんですけど、でも制約度合いで考えるとまあ一番下かなっていうことですね。じゃあクロージングのための、つまり商談に近いような小規模セミナーっていうのはどういうものかっていうと、ここです。ここですから、4つ比べると制約のレベルでいうと一番上ということで、ここはね抜かりなくやることがとても重要です。ですから本当にその気になるようなお客様をやっぱり5人とか6人だけ集めて、で本当に詳しくお話をさせていただいて、でこの後はもう個別のね会議室に行って、いや具体的にいかがですかっていう、まあちょっとした商談をやるっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなというふうに思うし、まあ王道ですよね。どこの会社でもよくやってるようなパターンです。新型コロナウイルス感染症の影響によってものすごく多くの企業がやり始めたのがオンラインセミナーですね。私もかなりやっています。でよく招待もされます。オンラインセミナーはすごいですよ。それはもう優に300、400とかね、もうやっぱり1000近く集まるっていうことがねあるわけですね。やっぱり物理的にリアルの会場に行けないっていうことがあるじゃないですか。東京でやります、名古屋でやります、大阪でやります、福岡でやります、仙台でやります、札幌でやりますって、まあそれはいいんだけど、でもこうオンラインのセミナーだったら、ね、その時間帯空いてるんだったらどの場所にいたって参加できるわけでしょ。それはねめっちゃくちゃ人来ますよ、うん、でやり方によってはちょっとだけ制約のレベルはね高くなると思ってるんですよ。ただしこれはやり方です。やり方ちゃんとやらないと、それは当然オンライン、それはもうリアルよりもその気になってくれるっていうのは難しいんですけど、意外とオンラインはねグッといけるんですよね。そして意外と申し込みってものがあるんですよ、うん、ですからこうオンラインの小規模のセミナーをやってもいいんですけど、でも大規模でも小規模でもあんまり変わらないですよ、オンラインだと。ですからどっ
ちも兼ね揃えることができるんですよね、オンラインだと。だから、まあ、皆さんね、やり方によっては200人300人オンラインで集められると、でその場でグッとクロージングすると、そこからポロポロポロっとお仕事をいただけるかもしれない、申し込みがいただけるかもしれないし、さらに商談のね、ご依頼があるかもしれないし、まあ、そこからオンラインの商談に入っていけばいいですもんね。ですからこれね、ちゃんとオンラインセミナー極めたらかなりいいですよ。もう B2B でもね、うん、ぜひ試していただければいいんじゃないかなというふうに思います。で最後残ってるのはここですので、今回のテーマである YouTube ということなんですけど、まあ、この YouTube っていうのはつまりこの余財管理大学でやってるものがそうだということですね。まあ、はっきり言ってこれってセミナーという感じではないんですけど、もしもセミナーだと考えたらどういうことかというふうに考えてこうしました。ですから確かに YouTube で考えた時に、私のもう一つのね、何年か前からやっている絶対達成チャンネルだったら、まあ、一番再生されてるものだと6万とか7万ぐらいの再生回数があるんですよ。で今この余財管理大学だと半年間やって、まあ一番が5000とか6000ぐらいです。ですから大したことないですね。 YouTube の再生回数で5、6000がトップですよ今。まあ平均すると1000とか2000ぐらいですかね、一つの動画あたりの、まあ、再生回数だったらそんなに多くないんだけれども、でもしセミナーとして考えるんであれば、1個の動画につき1000とか2000ってすごいなと思うんですよ。物事のね、捉え方次第です。ですからこれが広告収入のための動画だったりすると、もう1000か2000ではねどうにもならないんですけど、これが私たちの商材をご紹介するためのそういったセミナーだと考えるんであれば、めちゃくちゃ効率がいいというふうに考えられるわけですね。でなんでかっていうと、セミナーというのはその時で終わりです。ちょっとさっきの話に戻りますけど、オンラインセミナーずーっとやってきて思いましたけれども、オンラインセミナーね、動画で残しておいて、で参加申し込みをした人に後でお届けするっていうのはね、やめた方がいいです。広告セミナーだったら絶対やめた方がいいです。なぜかっていうと、そういうことが分かってるともうね、参加率がとっても悪くなるっていうことと、途中で見なくって後で動画もらえばいいかっていうふうに思うんですよ。でしかもそのもらった動画ってほとんど見られません、うん、だからこのリアルのこの時間しかやりませんっていうふうにやった方が絶対いいです。オンラインセミナーはもう何回もやって本当に痛感しました。でも YouTube ってそういうわけにはいかないですね。ですからこの動画でもそうですけど、今何分経ったかな、12、3分か15分ぐらい経ってるような気がするんですけど、もうこの段階でかなりの人を見るのやめてますよ、うん、まあ、かなりの人って言っても多分半分はやめてはいないと思うんですけど、でもセミナーというのは特にリアルのものっていうのは途中で帰る人っていうのは基本的にいないと考えていいです。オンラインセミナーも先ほどのようにやると、まあ、かなり最後まで聞いてくれる人っていうのは多いです。ですから、まあ、大体私もそうですけど 95% ぐらいの人は途中でやめちゃうってことはないです。だけど YouTube の動画っていうのは、まあ、いつでもやめられますよね。でまた後で見ればいいかっていうふうに思いますよね。私もそういうふうにしますから。ですのでやっぱりこうセミナーの良さっていうのがなかなか出せない。なぜかっていうと、セミナーってね、最後の方にいいことを言ったりするわけですよ。だって前段のところってセミナーはね、面白くないんですよ。どん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 核心に迫るような話していくじゃないですか。私もそういう風に立てつけてるので。だけど YouTube の動画ってそういうわけにいかないですよね。ですので途中で飽きちゃったりするともうね、離脱していっちゃうので、なんとか引き止めるような感じで喋んないとうまくいかないわけですね。とはいえなかなかね、難しいわけなんですけど、でもですね、この半年間私170本のこの動画を出してきましたけれども、多分まあ数千しかね、1本あたりの動画再生回数がないからかもしれないんですけども、でも平均視聴維持率は結構高い方みたいです。だいたい 55-65% ぐらいまでは平均視聴維持率はあります。ですから、まあ、2000ぐらい再生回数があるっていうんであれば、最後まで見た人は、まあ、1000ってことはないかもしれないんだけど、まあ、700、800人ぐらいはいる。考えるとこれは大きいですよね。これは大きいですよ本当に。だってね、セミナーで700人、800人集めるなんてとんでもないですよ。
それができるわけですね。しかもセミナーいくら1時間2時間やったからといって参加者が覚えてる、ね、ことって一体どれぐらいあるんですかってことですよ。でしょ。だから動画が10分とか20分とかね、まあ、長いのはね25分とか30分ぐらいあるかもしれないんだけど、でもそう、だいたいセミナー1個と同じぐらいな感じですよ。そう、膨大な数の方が私の YouTube のね、セミナー的な動画を見ていただいてるってことは、まあ、これ相当引き離してね、こっちな感じで知名度アップにめちゃくちゃつながってるなっていうふうに私は知名ね、感じています。そしてこれよりもなぜ上にしたのか、もうこれはね結果論でしか言えないんですけど、このね YouTube の動画を見ていただいて問い合わせの数むっちゃくちゃ増えてるんですよ。でこの概要欄に載っている余罪管理オフィシャルサイトだったり、そこからの余罪管理のシートダウンロードの数だったり、あとはそのもちろん絶対達成プライムっていうのをね、毎回毎回ご紹介してるわけなんですけど、この絶対達成プライムの申し込みももうセミナーでご紹介するよりもはるかに多いです。もちろん小規模でやったらねそれは勝てないんですけど、こっちはねもう商談に近いですから。ですけどこの YouTube ってね意外とこの半年間すごくね威力があるなと。ですから認知度向上にもつながっているし、なおかつそこそこお仕事来るなっていうのが実感として、得られているということです。私は、まあ、先ほども言ったように17年目に入った、16年間ずっとセミナー営業をやってきて、もう本当試行錯誤の繰り返しです。いろんなセミナーをやってきて、どれぐらいの人数を集めれば自分たちの商材がどれぐらい反応あるのかっていうのはもう知り尽くしてるんですよ。いろんなデータをずっと見てきたので、そういうものと比較するとこの YouTube をセミナーだと考えるとすごくいいというふうに考えられるっていうことですね。もし皆さんがセミナーだとかイベントをやってお客様を集客して、そして何らかの販売活動してるっていうんであれば、この YouTube をね、味方につけるっていうのは非常にいいかなというふうに思っています。でこの YouTube でね喋り方っていうのがあるんですよ。でこの喋り方はねセミナーの喋り方とは全然違うので、ちょっとだけ解説してもいいですかね。ちょっとだけ最後解説したいと思います。もしね皆さんが YouTube をねやろうとした時にどういう風に喋ればよかったんだっけとかね、先ほど言った平均視聴維持率ってのは非常に大事ですから、この平均視聴維持率を長くするためには最後までね動画を見ていただくためにどういう喋りをしたらいいのか、それ迷った時にはですねまたこの動画をね見に来ていただければいいと思います。どういう風に喋ったらいいかっていうと、当然ですけれども結論を最初に言ってはダメだっていうことですね。当たり前ですけど。ですからここにね今回の場合はなんか書いてあったじゃないですか。で4つ丸があって、で4パターン喋りますって言いましたね。でその4パターンは何かっていうと、大型のセミナーと小規模のセミナーとオンラインセミナーとそして YouTube だっていう話をしました。ですからこの4つのどれかが今のどれかのパターンになるっていうことは最初に皆さん分かったと思うんですよ。ですから脳に空白ができます。でその空白を埋めたくなる、これは脳の空白の原則というわけですね。ですのでこの脳の空白の原則を埋めたくなるもんですから、この どこでそのね、答えが出てくるのかっていうのを知りたくなるんですよ。ですからこうミステリー小説と一緒です。最初に犯人が分かっちゃいけないんですよ。犯人はもう最後の方に分からなくちゃいけなくって、その手がかりがね、手がかりがずっと小説とか映画の中でストーリー上に散りばめられていないといけないということなんです。で今回のこの動画もそうだと思うんですよ。最後の辺を見るだけでその答えが分かるっていうんだったら飛ばしちゃうじゃないですか。だけどそうなっていませんでしたね。私はちゃんと設計しています。セミナーではやらないですよ。セミナーだと皆さんね離脱しないから、席を立って帰らないから、もうそんなことは考えずにやりますけど、この YouTube は毎回設計して喋ってるんですね。なので最初から最後まで拾いながら見るってことはできないようにしてます。今回はしかもあえてテロップを入れませんでした。だって私も
他の人の YouTube を見るときにテロップを見ながらね、あ、ここら辺に答え出たって言ってペッてやって、あ、ちょっとこの前からね、見れば大体ね、これの答えが分かるってあるじゃないですか。皆さんやりません？私やるんですよ、横着だから。だけど今回あえてテロップを出さなかったんですよね。だってセミナーってテロップ出ないじゃないですか。オンラインセミナーだってテロップなんか出ないっすよ、なるじゃないですか。うん、でね、これをねもう一回見返していただきたいんですよ、もし興味があるんであれば。そうすると、あ、確かに最初に気になるフレーズを喋っておいて、誰のために有益かっていうことを話してます。ですから最後まで見る人っていうのは、あ、自分はセミナーのね、セミナーを活用したりセールスプロモーション、イベントを使って営業活動してるから、これは参考になるっていうふうにね思ったかもしれないですよね。で、ぜひその答えを知りたい、4つのパターンって何だろうっていうふうに思ったかもしれない。その答えを知りたいってなっちゃうと、どうしてもこうずっと見ることになるじゃないですか。で、いつまでたっても4つ全貌が出てこないし、で、しかも4つの答えが分かったとしても、その答えの理由も知りたいですよね。それを後付けで私は喋っているので、ついつい最後まで見てしまうということなんですね。で、しかもこういうね喋りも最後にやりますっていうふうになってしまうと、いや、もうそろそろいいかなと思っていてもなかなか切れなくなるということなんです。ですので、セミナーの喋り方と YouTube の喋り方はだいぶ変えて喋らないとうまくいかないということですね。最初私3月4月に YouTube 撮影して動画をアップした時は、まあ、再生回数は伸びても平均視聴維持率がね全然伸びなかったんですよね。試行錯誤の連続 でだんだん平均視聴維持率がね 60% を超えて 65% ぐらいになってきた。まあ大体ね、大体最初の 2,3 分は見た人は、まあ、ほぼ最後まで、見るという感じになってるってことですね。今回の動画はいかがだったでしょうかというこのフレーズまでは、だいたい見ていただけるということなんです。今回の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんには余財管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。セミナー営業をやって余財をどんどん増やして、目標絶対達成したいっていう営業さんの役に立つような、そういった情報をねどんどん公開していきますので、ぜひ入学していただきたいと思います。そしてこの動画参考になった、気に入ったっていう方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。